距離を出す素振りのやり方、まあ、割とですね素振り正しくできてない方が多くて、まあ、このように軸をキープして音を鳴らす、まあ、単純に風を切る音をこういうふうに出していくという、まあ、単純なことなんですけれども、割とこれができてない方が多いですね。まあ、どういうことかというと、このように力が振り終わった後は抜けてる形、もうインパクトでからフォローでも一気にスピードを出して最後は力抜けるんですね。これができてない、どういうことかというと、このように力が残っちゃったまま音が鳴らないですね。これだとね、大きく振ろうとしすぎてしまうということがあります。こういうふうにコンパクトでいいので音を鳴らす、まあ、練習方法はこのふうにクラブを逆さまに持って音を鋭く鳴らせる、だったらもう力は抜けるんですね。ピタッと割れるように、大きく振ろうとしてもこれ、ね、先が軽いんでできません。コンパクトに振り抜く、これがなかなか難しいですね。実際の、スイングというかね、それでも、まあ、まずは素振りの時にまず何度か力が抜けるような素振りをした後にボールを打ってみてください。やはりフィニッシュでピタッと止まるってことがね非常に難しい。まあ最初コンパクトな振りで、このようにやや小さめでいいので振って終わり、このように振った後に手を離してみてもいいです。しっかりとバランスの取れたスイング、きっちりと振り切ってピタッと止まれるような感じですね。ですからただ大きく振るっていうのはなくて、まず鋭い音を鳴らせる、まあ、それが重要になってきますから、大きく振るということをだけ考えないようにして素振りの練習をして、このようなピタッと止まるフィニッシュやってみてください。札幌のゴルフスクール原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、ほぼ毎日夜9時にアップしております。最新動画見逃したくない方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして原田ゴルフメールマガジン、 YouTube では伝えきれない内容を詳しく限定動画と文章で解説、定期購読はもちろんバックナンバーのみでも購入可能です。メルマガ登録よろしくお願いいたします。